ありがとうございます。いやー、今日書いてなくて、この番組。
お疲れ様です。ナイスピッチングでした。あの今日の投球を、まあ、振り返っていただいていかがでしたか。そうですね、本当にやりたいことがメインだったので、まあ、結果を求めず、まあ、やったら、まあ、いい結果が出たんですけど、うん、本当にやりたいことができて、まあ、まだまだのところもしっかり確認できたので、本当にいい試合になったかなと思います。あの改めてにはなると思うんですが、あの昨日の激励会で監督からの開幕投手2年連続のご指名がありましたが、はい、まあ、あの瞬間率直に聞いてみていかがですか。そうですね、本当にすごい発表されると思ってなかったですし、僕自身もあるかもしれないなと思ってましたけど、まだ確実じゃないと思ってたので、まあ、次の試合しっかり頑張ろうって気持ちの中でああいう発表だったので、本当にびっくりしたのが率直ですし、まあ、やっぱ去年の不甲斐ない成績から、こうやってまた開幕ゲームに任せてもらえるっていうのはすごい僕の中で一気に感じて頑張ろうって気持ちになりました。あのちょっと初回の、まあ、先頭バッターの自分にとってでちょっと気になったのが、はい、首振ってあのまっすぐまっすぐってあの実はね言ってたのかなと思って、そこら辺はそうですね、まあ、あれも自分の中 その入ってからクイックに投げるっていうのをやりたい場面だったので、はい、だからそれを選手がエラーのサイン出してくれたんですけど、あれは外まっすぐが投げたかったんで、それが出るまでずっと首振って打席外した西川さんが見てなかったんで、こっちのことまっすぐまっすぐってまあそれで選手が一発で分かってくれたんで、本当にあれは何だろうな、結果というよりは自分の試したいことを優先するために、青春配球が悪いとか変えてほしいとかじゃなくて、僕がやりたかったから要望しただけで、でも ある程度実戦を意識されたまあこの4イニングだったのかなと思うんですが、そこら辺も含めて。そうですね、まあ、僕自身そのバッター相手に1イニングしか投げてないし、まあ、バッター相手に投げるっていうのがまあ今年2回目だったので、まあ、その中で本当は3回でも良かったんですけど、はい、まあ、ある程度球数も投げたかったですし、そのバッターと対戦できる回数も増やしたかったので、まあ、4イニング行かせてもらって、まあ、その結果本当にいい感覚、いい調整ができたかなと思います。このままいきますと、あと、まあ、2回ほど開幕前に登板あるのかなと思うんですが、はい、そこも含めて、まあ、シーズンに向けてのご調整。そうですね、まあ、これからは開幕に向けてどんどん調子を上げていかなきゃいけないので、まあ、今日でこんぐらいできたっていうのはありますけど、まあ、それ以上もっともっとできると思うので、まあ、しっかり開幕に合わせて調整していけたらいいかなと思います。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。